おはようございます、はい、おはようございます。また日曜日、ダチョウの餌やりと水やりをしていこうと思います。はい、工事してくれてるね。うん、はい、すごい、よくシャッターそんな簡単に止めれるね。うん、コツがちょいって全然止めないからさ、俺もう全開でバーンってやったよね。それができれば、それで、うん、はい、餌も積んであるね。積んであるね、小松菜とまた300キロぐらいの餌、はい、餌もそんな減ってないね。うん、うん、明日で大丈夫。はい、はい、乗ります。はい、工事してくれてますね。すみません、申し訳ないです。ついてくない、ついてこない、ついてきてくれないね。飽きちゃった。舐めてんのかな。でも自転車だとね、案外来るよ。あ、はい、あ、踊った。軽トラに喧嘩を売ってるようだ。あ、でかい、張り合おうってなってるかもしれない。勝てないよ。ぐんぐんくんでしょ、君は。はいはい、でかいね、君は。怖い、ごめんね。毎日同じメニューで飽きないのかね。毎日こんな粉物を食べて美味しいんですか、皆さん。春はどうなの、体量増えるの。体脂、そうそうそう、うん、すごく寒いよりは夏が一番食べる。うーん、秋、食欲の秋か。でも春先も食べるイメージが出る。前らもそうだったのか。やっぱり暑すぎる寒すぎる課長の人の食欲が起こる。この顔が汚くなってきたぞ。どうした、大丈夫か。君にはまだあげてなかったね、小松菜。小松菜、ちょっとね、オスがね、ポンって出てくると怖いのでね。ごめんごめんごめん。はい、もう一つ紙あげましょう。恐ろしくお食べになって、メスも威嚇してるし。あ、そう、ここのメスはなかなか気が強い。怖い。完全にともちゃんの方が小松菜よりは慣れてるよ。うん、だってまだ怖いもん。中見ているんだから。そう。ああ。おとなしいダチョウは全然。腕だけ入れた瞬間さ、うん、腕が曲がらない方向にさ、蹴られるんじゃないかと思ってる。ああ。そんなことはない。いつもタイミングを伺ってるもんだと思ってるよ。そんなに考えてない。やれる時にやるって。ごめん、決定的瞬間を。
小松菜、降ってきた小松菜一本であんなに増えてるような可愛い子たちだから大丈夫です。やっぱ違うんだろうね、羽があるところとないところ。羽があるところとないところ。いや、羽があるところとないところでさ、小松菜をベチって当てられた時にさ、そうだね、今首の方に当たってた、それはびっくりする。さあ、あ、いい蛍光だ、よいしょ。そう、おはよう。どうですか、久しぶりに一泊したの。そう、うん、そうだね、俺は毎日帰るけど悲しいな。そう、この子意外と小さいのよね。あ、オスの方ね。本当だ。あの、メスがでかいんですけど、うんうん、こけた、大丈夫？出ました、フラッタリング。フラッタリング、あまり減ってないかな。将来有望。うん、体格も立派だし。そうなんだよ、オスの方が小さいんだよ。体にはあまり有利ではないみたいです。あ、でかいと、あとメスが大きいとね、あんまりオスから人気ない。うん、なるほど。一番より強いかね、3人揃って。ご飯だ、ご飯だ。はい、どうぞ。この子いつも鼻の穴が、こんなこともみんなそう。ああ、なるほどね。なんかイチゴが詰まってそうな、うん、レディーファースト。もうすぐ落ち着きましたね。なんか昔はグイ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 寄せてた感じの。腰置いてますよね、うんうん、足が他のオスと比べてボロボロ。うん、あ、でもオスもなんか命を蹴るって、なんだろう、あれ来るって感じがします。そうなんだ。そう、ちょっと細い、決して大柄ではない。俺らの身長が高くなったかも。来てくれるのか、非常に申し訳ない。やだ、蜂が。あら、移動したのね。びっくりしちゃうね。ツールーム。でも、一緒に行動してるね。うん。すごい。昨日入れた瞬間からね、うん、オスはもうメスの方に行って、うんうん、一緒に歩いてたよ。でメスも全然なんか、そう、カワもしないし、うん、あ、やっと会えたね。まあずっと隣だったしな。そうそうそう。メスがね、隣のオスの餌の桶に首伸ばしてまで食べるからね。あ、嬉しい。
快だね。すごい、すごい食べ方したのね。あれ、向こうの味噌負けてない。あんたが食べるなら私も食べるって。そしてオスは食べない。助けの譲り、オスだから出ちゃうんだよ。もう食欲がないのでは。そうかな。あれだとちょっと心配ですね。よし。大丈夫ですか？大丈夫ですね。必死だな。何をしとる？わらないよ。なんなんだよ。落ち着いて食べて。ふんどいですね。農場長に追いかけられ。あ、いいね。え、久保田さんも？うん、担当ともで。さあ、この砂だよ、気づきな。あら、行っちゃった。お客さんから昨日いっぱいやられたのかな。かもね。あれってお客さんじゃないよね。あれってお客さんじゃないよね。大丈夫だよね。あ、うん、うん。よし、じゃあ出かけます。食べ過ぎだろ。どうしよう。まあいいか。まあ楽。
べてる。おいしいかい。おいしそうに見えてきたよ。ん？いや、そんなにおいしそうに食ってるぞ。おいしそうに見えてくるな。ああ。え、どうなんだろう、味は。しょっぱいのかな。いや、味がしないのかな。味はしないと思います。魚粉とかでも入っているけど、ね、魚粉、あの鶏用の飼料の。へえ。あとは大豆いっぱい。はあ、あとはタンパク質が豊富なことで。うん。そしてアルファ。あっちから食べればいいのに。ね、みんなと一緒に食べたいよね。入れない。お、諦めた。いいぞ、賢い。いいもん、私はこっちで食べるもん。あれが孤食ってやつ、悲しい。いいんだよね、ゆっくり食べれることが大事ですから。ほら、メスもこっちにいた。あ、こっちが孤食になった。音がすごく割り取ってるから。あまり食べてないね。小松菜だけは美味しそうに食べてる。小松菜はもう最優先で食べるようになった。小松菜は味がするからね、きっと。ああ、そうかな。あとみずみずしいから。かといって餌をみずみずしくしても腐ってるものだと認識して食べないんじゃない。ネリエとか好きだったら。あれ、ネリエは好きなの。うん、ひなたとかでも。強制球児、強制球児以外でも丸くしてなんか転がしとくと優先的に食べてる。へえ。なんだろうね、目につきやすいのかな。そうね、あのみずみずしいうんちが好きなのと同じ。だからか。じゃ、ヒナがさ、うん、あまり、あ、ヒナってこの大きさのヒナじゃなくて、うん、あまり食べなくなってきたらさ、うん、え、やろうぜ、お団子巻こうぜ。見てもいいかもしれない。それしか食べなくなっちゃうと非常にまずいんですけど。確かに、うん、餌を混ぜるとなぜか食べるようになったりします。箱の中で固まっちゃうからかな。餌だと思わない。みたいに手でほじくり返してあげないといけない。分かんないけど、どっちが食べるか分かんないんですけど。怖い、急に踊んないでビビっちゃったじゃん。いや、この子はいい子なんです。やったことで横着をやめた。これは何なんだろう。今日も美味しいご飯ありがとう。だといいな。ゆきさんたちめっちゃ食べてますけど。踊ってる間に全部食べちゃう。それは小松菜じゃないんだよな。それは羽なんだよね。何してんの君。羽が口から離れない。
あ、離れないね、君。大丈夫。羽が口から離れないね。大丈夫かい。あ、取れた取れた。よかったよかった。この帽子があると比較的頭がつつかえない傾向になる気がするな。いや、これ多分この緑の方が気になってるんだと思う。ああ、なるほど。あげてない。あ、でもあげてないよ。ブレックファースト。いや、朝食ってブレックファーストじゃん。うん。あれってちょっとした断食じゃん、寝てる間って。ああ、だからなんかで最初に食べる飯だかららしいよ。へー、だからファーストつくらしいよ、うん。本当のこと知ってる方はコメント欄まで。え、嘘？いや嘘じゃないよ、俺は英語の先生にそう習っただけ。いいね、小松菜の方がやっぱ美味しいよね。俺も好きよ、小松菜のごま和え。誰も好きな、私でも味噌汁で飲むの。だってさ、コメントにも書いてあったもん、ね、なんで人間が食べて美味しいはずの野菜をダショウにあげるんですか。ああ、出荷されないからって返してくれた。返した返した、うん、規格外とかね。そう、外側とか、そう、使えない部分を近くの小松菜農家さんにいただいて、こうやってね、毎日毎日ダチョウ君たちの餌になっているわけですよ。そうです、ありがたいね。そう、別にね、小松菜じゃなくてもいいんですけど、そういったね、地域の人とのね、協力体制を、ほぼ毎日つながってます。毎日こう言って、あの日曜日はやってないんですけど、平日土曜日とかはほぼ毎日小松菜農家さんにお邪魔して、新しい小松菜をね、取りに行かせていただいてますけどね。うん、あっという間に食べちゃったね。それはね、パニックの後お腹減るよね、あんだけ動いたら。この餌も食べてください。すげえな。え、今おしっこを噴射する勢いがやばかった。高圧洗浄機。わしわし食べるよね、うん、これ小松菜がさ、春菊に変わっても気づかないから。あ、そんなに気にしないんだ。でも苦いから。でも春菊の方がえぐくない。小松菜の
なんかやってみてもいいかも。毒じゃなければ全然。春菊は大丈夫でしょ。入れてみましょう。小松菜と春菊どっちが好きか。あと本当にオレンジのものは食べないのかやってみたい。うんうん。小さい時はあげれば。オレンジが餌だと思う。パンの次に。緑は食べなくなる。まだ小さいね、こういったは。まだ小さい。もう、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 あいつだ。取り合ってる。いったぞ。そいつだ。その顔出してやった。今首が一番伸びてる人。うんうん。あいつだよ。今ここに何匹いるんですか。ここね。うん。こっち。ここ。八九。四五六七八九十。うん。一二三四五六七八九十はですね。十。うん。前コメント欄で、うん、そのダチョウ僕もペットとして飼いたいんですけどみたいな来てたから。はいはい。おお上手。10羽ってこんぐらいで飼えるんだね。あ、でもでかくなっちゃうと違うか。うん、全然大人になったらこれじゃ足りない。ここに2羽とかちょっと狭くて3羽とかじゃない、うん、ですって。皆さん2羽が限界ですね。この広さではだったらね、ここにもうあとからいけると思う。喧嘩になりましょう。